わけで本日はですね、なんかめっちゃ声響く。響いてるの分かりますか？というわけで本日はですね、やばくなー、髪の毛可愛くなー。これ初めてやってみたんですけど、どう？うち的には結構ありっていうか、なんかめっちゃ漏れるし、めっちゃ鼻かゆちまってめっちゃ漏れるし、なんかめっちゃ可愛くて、なんかオレンジの髪の毛もめっちゃいい感じなんですけど、本日はですね、あの私がいつも家ですっぴんでべちゃくちゃべちゃくちゃ喋ってる私がお家を飛び出し、こんなおめかしをしてどこにいるかと言いますと、リッツカールトンにいます。リッツカールトンです。やばくない？うち初めてでリッツカールトン来るのが、泊まったこともないし、存在は知ってても結構もうめっちゃ有名じゃん。普通になんか結構高級ホテルって言われるぐらい有名なホテルにお邪魔してるんですけど、本日はですね、サマンサビューティーのイベントで、ちょっとこの動画がいつ上がってるかわかんないんですけど、撮影日が8月31日、夏の終わりですね。やばくない？ちょっと夏の話もしたいんですけど、サマンサビューティーのイベントで、このリッツカールトンのホテルで記者会見がありまして、ちょっと今回はこういうおめかしチックな感じにしたんですけど、あ、ちなみにアンミカ様と共演させていただきました。ちょっとその話も後々したいんですけど、でその記者会見が今終わって、ホテルをね撮っててくださったんです。ありがとうございます。本当に全然泊まっていただいていいですよみたいな感じでホテルを撮っていただけたので、ちょっとナイトルーティーン的な、ホテルルーティーン的なことを撮ろうかなと思いまして、ね、やばくない？漏れてない？今日なんかどう？でなんか今日ももう私服に着替えちゃったんだけど、衣装も結構スーツとかジャケット羽織って結構綺麗めだったので、こんな感じになったんですけど、めっちゃなんか可愛い、なんか普通にモテるかなっていう感じなんですけど、ホテルでゆっくり満喫してる様子を Vlog がてら撮りたいと思うんですけど、やばいよねリッツカールトン。だからなんかピント合ってる？ピントはボケてない？合ってるピント？まあいっか。じゃあまずルームツアーからしていきたいと思います。やばいよね、怖いよね。行くよ。まずね、こうやって履いてったら、こちらにティーができるような、あ、いい音、ティーができるようなものが、これ全部開けたくなっちゃう。あれ、やばい、全然見えてなかった、ごめんね。ティーができるようなものが入ってて、これなんだろう。え、クッキー、シガール。え、待って、クッキー、ちょっと待って、めっちゃクッキー食べたい。うちクッキー大好き。ちょっと食べていい？今ごめんね。え、これいただいていいやつだよね。え、クッキー大好き。待って、これさ、ヘラヘラの幕張のライブで、ケータリングっていうか、なんか差し入れであったの。これめっちゃ美味しかったやつ。いただきます。うまっ。どこのこれ？欲目？うまっ！じゃあこれ写真撮ろう。うますぎるんですけど。すごくない？昨日食べたやつたまたまあるの。で、すいませんね。つまみ食いは置いといて。これお水？こんな缶に入ってる水初めて。ナチュラルミネラルウォーター。ナチュラルミネラルウォーター。すごくない？カンカン、こういうの全部見とけ。待って、これ何？全部いただけるもの？ユサディップス、ポテトディップス、豊かな味、オキセン、コメカリント、これ何？ワイン、まさか。ワイン、アルコールって書いてある。何これ？これは？これ絶対お酒じゃない？ザ・リッツ・スパ、15%って書いてあるけど、リキュール？ここってさ、いただけるものなのかな？ちょっと興奮冷めやらぬって感じなんだ。ここにも手にできるものあるじゃん。こっちは冷蔵庫。待って、飲み目高くね？飲み目高くね？すごい、めっちゃいいね。うち初めてガチで初めて来たんだけど、絶対この柚子飲む。なにこれ、あ、炭酸？絶対飲まないやつやん。この柚子は絶対飲む。でもこっちめっちゃ飲み下手か。すごっ、こんな豊富なの久々に見た。あ、この加湿器うちにもあります。待って、 71% もあるの？ここすごくない？で、お部屋やばくない？多分これダブルぐらいあるか、ダブル、セミダブルぐらいある。ちょっと一回いいですか？うわっ、危ない、びっくりした、照明が。はぁ、疲れちゃった。もうこのまま寝れそう。今日7時起きだったの。だから超眠たいんだけど。で、まあこういう感じでね、いろいろありまして、こ
ここはクローゼット。わお、クローゼット。でかー、クローゼット。なんかオレンジ髪やっぱ可愛いね。テレビもでかい、普通に。テレビでかくない？え、なにこれ？DVD プレイヤーとかあるの？え、こっちもクローゼット？え？バスロール。え、これ何？え、バスロールだ。え、すごい。うちこういうホテルマジでワクワクする。え、これガチで泊まりたいんだけど。で、ここにはなんか書斎みたいなのがあって。でね、カーテン、自動なんです。いきますよ。オープン。すごくない？で、レースもオープン。え、待って、うちこれ見てない。一望できるけん？ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、一望できる。スカイツリー見えた。え、見たい。みんな、え、待って、ここめっちゃ漏れるんですけど。最高、自然光。はい、ごめんなさい、こんなのは置いておいて。これスカイツリー。え、東京タワー見えないのかな。東京タワーどこだ。いないね。東京タワー残念ながらいませんでした。たっか。ここね、48階のお部屋です。すごっ、幼稚園、小学校、中学校って全部ある。え、一望系じゃん、すごい。てか天気最高、見てこの青空。え、やばくない？今ちょうどね、夕方前ぐらいの時間なんですけど。え、やば。ちょっと待って、結構怖くない？ほら、え、結構怖めだよね。でもここめっちゃ漏れるよ、みんな。めっちゃ漏れてない？ちょっと眩しいね。あの、白のレースつけよう。あ、すごいじゃん、もう逆光が。すごくない？めっちゃ良くない？で、こっからなんです。私が一番感動したの。いくよ。やばくない？見て、やばい、さっきうんこしたからトイレ空いてんの、バレる。最悪。見て、ここにも鏡があって、こっちにも鏡があって、いいな、こういう家に住みたい。え、こっち何？シャワーで浴室ね。え、めっちゃすごくない？うちリアル初めてなんだけど、リッツ・カールトン。めっちゃでかい唇映ってる。ただでさえでかい。すごくない？みんな、やばくない？ねえ、どう？え、ちょっとこのミネラルウォーローいただいていいかな。ナチュラルミネラルウォーローいただくよ。え、すごい、ウキウキする。何しようって思っちゃわない？え、すごい、嬉しい。チアーズ。うん、ナチュラル。絶対わかんねえだろ。え、すごい嬉しいんだけど。じゃあちょっとせっかくいいホテルの部屋を取っていただいたので、ルームサービスとかしちゃう？ソファとかプールとかも。プールあんの？うちがもし日本人じゃなかったらリッツカールトン泊まりたい。すごっ。リッツカールトンの案件とかじゃないよ、これ。すごくない？で、ルームサービスも何でも頼んでいいよって言っていただけたので。ちょっと小腹すいたし、なんかいただこうかな。え、トリュフのフレンチフライとかめっちゃ美味しそうなんだけど。え、何いただこう？パスタか、バーガーか、サンドイッチか、お肉か、お寿司もある。え、でも日本料理もちょっと食べたいよね。え、和牛 120g フィレジューセット18,000円。どうしよう、何食べよう。でもなんかここ最近私なんかもう外食ばっかりでお肉ばっかり食べてるから。握り寿司8貫と細巻き1本、赤だし、これにしようかな。どう？いい？え、これにしよう。フォン。あ、もしもし、すいません、ルームサービスお願いしたいんですけど、握り寿司と細巻き1本と赤だしのこのセットっていうんですかね、を1つと5種類の自家製チョコレートプラリネ。あ、そうなんですね。じゃあフルーツプレートは、あ、じゃあその2つでお願いします。はい、お願いします。失礼します。失礼します。
頼めました。お寿司頼んじゃった。でもめっちゃうちデザート見てなくて、電話して開いた瞬間にあったのね。全部気になるんだけど、ラズベリーチョコレートケーキかタルトも好きだし、ラズベリーうちめっちゃ好きなのね。5種類の自家製チョコレートプラリネ、プラリネがマジいまいちよくわかんないけど、なんか5種類の自家製って言葉に弱いから。でもなんかこのプラリネが売り切れらしくて、だから普通にフルーツプレートにしてみた。フルーツ大好きだし。楽しみ。待って、プラリネって何？調べてみよう。おいしそう、おいしそうじゃない。食べたこと、まあ、しゃんないよね。楽しみ。じゃあちょっとお寿司の到着を待ちたいと思います。はい、というわけでお寿司届きました。おいしそうすぎない？フルーツのプレートも来て。赤味噌大好き。赤味噌世界で一番大好き。本当に赤味噌があるだけで幸せになれる。言い過ぎ。いただきまーちゅ。待って、絶対美味しいんだけど。美味しそう、嬉しい、幸せ。マグロからいただきます。え、うま、うますぎるんですけど。やばうますぎてやばい。うまっ、やばっ。お寿司についてるこういう卵大好き。待って、めっちゃお腹空いてたから、これなんだろう。かんぴょうだっけ、これなんだっけ。うちね、ちっちゃい頃からこういう巻物のこの茶色のこのかんぴょう、なんだっけなんだっけ、忘れたけど、大好きで、お正月とかおばあちゃん家に集まったりする時も絶対これだけ食べてたの。めっちゃうまいんですけど。これなんだろう。ほとんどなんだろうって言って食べてんだけど。縁側全部疑問系。てかね、今日サマンサビューティーの記者会見だったんだけど、最近結構こういう記者会見系に出させていただくことが多くて、もう本当に超緊張するの、記者会見とかって。大人がもうずーってもう会場いっぱいに座ってて、もうみんなカメラとかビデオとか回して、しかももうみんなさ、特にアンミカ先生とかさ、もううちらのアンミカ先生じゃん。うちらのアンミカ先生とかもう本当に話が本当に上手なの。もう起承転結がしっかりしてるっていうか。でも、あ、やばい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 と思いながら、もうドキンちゃう、こっちは。本日はお集まりいただきありがとうございます。もういつものテンションじゃ絶対ダメなの。本日は絶対ダメ、もう NG。 そんなん絶対 NG で、まず声のトーンからちょっとしっとりめにして、ゆっくり、本日はお集まりいただきありがとうございますっていう風にやんなきゃいけないのね。もう超緊張すんじゃん、そんな。しかもうちそんな全然慣れてないから、今日も落ち着いてゆっくりゆっくりと思ったけど、あの後から動画見返したら、本日はどうもありがとうございますぐらい、もうバカ早いの。もう最低じゃん。もう超緊張した。でも楽しかった。これ大好き。記者会見が終わってから、フォトセッション。もう難しい言葉ばっかりなんだけど、フォトセッションがあってから、みんな、その待機場所にちょっと待機で、アンミカ先生だけ、目覚ましじゃんけんの収録っていうか、撮影をしてたの。うちも人生で初めて目覚ましじゃんけんの撮影現場に居合わせて、すごくこうやってやるんだと思って。ちっちゃい頃、もううちが物心ついた時から目覚ましじゃんけんなんかあるわけやん。で、うちも毎回その小学生の時とかは投票したの、こうやって、なんか飛んだ、ごめん。投票したの、こうやって赤、青、黄、なんかグーチョキパーみたいな感じで、それを収録現場を生で見れて超感動して、めっちゃすごかった。なんか不思議な気持ちになった。うわ、ちっちゃい頃見てたものが目の前でやってると思って、うちもじゃんけんやりたい。目覚ましじゃんけん呼んでください、ね、目覚ましの方。絶対見てないと思うけど。でも嬉しいよね、こういうのに呼んでいただけるの。アナゴ大好き。うんまっ。山椒の香りがすごい。本当に贅沢だよね。一人でリッツカールトンなんて。全然いなかった、一人でリッツカールトンなんて。贅沢すぎない？寂しくなってきた、なんか。こんな広い部屋取っていただいてさ、友達呼びたい。でもさ、うちもさ、 YouTube ってさ、アンミカ先生、アンミカ先生言ってたじゃん。でね、写真撮っていただけたの。超綺麗だった。他のね方もめっちゃ綺麗だった、みんな。やっぱりうち身長168ぐらいあって、でヒール履いてたのね。なのに今日並んでた方で一番背低かったの。おかしい、みんな等身。しかもさ、
この写真見て、ミスターインクレディブルぐらいさ、足ムキムキなわけ。なのに堂々と生足、めっちゃ自信家で、こう記者会見で座るのに、席に腰ぐらいの位置のめっちゃ高い椅子をね、準備していただいてて、でお座りくださいって言って、で喋りながらそのトークとかをするのね。 ありがとうございますみたいな、結構しっとりめで、これも結構大人系で頑張ったんだけど、まずもう丈がスカートのもうこれぐらい超ギリギリなの。なんだか後ろはもうケツの付け根っていうか、何太ももの付け根ぐらいまでしかなくて、もうちょっとでも座ったら見えるわけで、プラスああいうのってみんな間違えた。ああいうのってみんなもう本当に浅くしかさ、もう深く座ったらもう絶対もうごはっとこんなの。てかめっちゃなんかサムネに良さそう。で、もうみんな浅く座って、もう綺麗にこうやって足を流してねいらっしゃるんやけど、私の場合浅く座なきゃと思って、もうギリギリに最初の位置についちゃったの。だからもうこの状態で、で足も伸ばさないといけないのね、綺麗に見えるために。だからもうほぼ浮いてんの。だからもうずーっとこの状態、もう椅子なんかに座らずずーっと足浮いてる状態で、もうプル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 しながらずーっとこうやって話聞いて、そうですね、すごいこれはこうでみたいな、結構固め、お固めなね話をして、筋肉痛ってる話ないやん。でもずっとプルプルしてるけど、50人以上いたんじゃない、今日50人以上いる記者の方の前だから、ずっとカメラも回ってるから、もうどのタイミングで座り直そうっていうので、もうずっと様子伺って、もう自分の喋る番とかもう全部吹っ飛んで、ねえそうですよねとか言って、もう本当に最低。でもなんとかうまくできたよ。やっぱり本番に強いですからね、私は。もう本当にいつも YouTube 見てくれてるファンの子とかだったら、私の記者会見とか見たら本当に笑っちゃうと思うよ、猫かぶりすぎて。ふざけとか一切ない、もう超真面目で、頭フル回転させて、とりあえずかっこいい言葉を言いたいから、もうみんな頭いい方たちばっかりだから、かっこいい言葉を言いたいから、自分の中で知ってる最大限難しい言葉を探して探して探して、そうですよね、先ほどもおっしゃられたようにすごく素敵な商品でしてみたいな、もう本当にもっと勉強しとけばよかった、ちゃんとこういう時に思う。だから今学生の子とかも結構真面目にやった方がいいかも。私だって学生の頃は記者会見に参加させていただくなんて思ってもなかったから、みんなももしかしてあるかもしれないよ。でもやっぱりうち結構いつもは服もカジュアルで、結構なんかああみたいな感じなんだけど、ああみたいな感じか、そんな感じなんやけど、やっぱりこういうのやとさ、綺麗なジャケット羽織ってヒール履いてとかだから、違う自分になれるから楽しい。この髪型とかもさ、え、これめっちゃいいっていう発見なの、新たな。マジ赤味噌大好き。でも東京の人って赤味噌文化ないらしくて、愛知とか岐阜ってさ味噌カツとか有名だしさ、何にでも味噌かけ、味噌ご飯とかしなかった、みんな。つけて味噌かけて味噌、おでんに味噌カツ、つけて味噌かけて味噌ってさ、 CM 流れないね、そういえば。東京、今気づいたけど。フルーツいただきまーす。フルーツだー、キウイいただきます。うん、うまっ。この上顎で潰せるぐらいの柔らかいキウイが好き。うん、ラズベリー大好き。うん、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 うまこのラズベリー、全く酸っぱくない。これはメロンかな。メロン。今年はフルーツ狩り行きたいな。何がおすすめ？いちご狩りとぶどう狩りとみかん狩り行ったことあって、みかん狩りめっちゃいいよ。どこか忘れたけど有名なところに行ったのね。デコポンかな、もう大きめのみかんだった。オレンジ狩り、オレンジ、まあ、もう分かんないんだけど、皮とかもうそのまま下に捨てたりするの、もうそういうルールで。なんかめっちゃ楽しかった記憶ある。ごちそうさまでした。あ、ラズベリー残ってた。うん、美味しかった。本当に幸せ、贅沢。というわけでご飯も食べてお腹もいっぱいになったので、ちょっと早いんですけど、今日はもう朝早くからだったので、メイク落としてちょっとお風呂に入りたいと思います。でもこれ落としたくない。この髪型結構好きなんだよな。どうやってやってんだろう、自分でもできるかな。というわけでお風呂に入る準備したいと思います。はい、というわけですいません、ちょっとカメラの充電器が切れそうになっちゃったので、携帯に変えたのでちょっと画質とか音が悪いかもしれないんですけど、はい、やって風呂に入ります。ご飯食べて休憩して、なんだかんだお仕事とかしてから1時間ぐらい経っちゃいまして、なんかさ防具みたいじゃない。ちょっと待って、防具練習。はーい、防具ジャパンをご覧の皆さん、とわです。
たいじゃない。憧れの防具、ぜひ防具さん呼んでくださいね。いつでもできる準備はできています。こんな感じで毎日やってるので。というわけでメイクを落としていくんですけれども、あのね、うちちょっとやらかしちゃったことに、てかめっちゃこの辺が響くね。ヘアバンドゥを忘れちゃったの。ヘアバンドゥを忘れちゃったので、ちょっとタオル巻かせていただいてもいいですかね。ピンとかないですよね。ピンとかってございましたりするでしょうか。すみません、私が忘れたのがちょっといけないんですけれども。あ、これでいいや。シャワーキャップ。シャワーキャップかぶれば、ヘアバンド代わりになら、どう？え、ほら、いいじゃん。ほらほらほら、ヘアバンド。防具失格。一生防具練習とかすんなって話だよね。え、待って、めっちゃいいアイテム見つけちゃった。これこの、はい、うちこの手の腹でやるのが無理でさ、爪でやっちゃうダメだよね、多分。本当はアイプチも、はい、はい、メイク落とし待ち。どうしよう、誰か急に入ってきたり しないよね。鍵一応閉めとくよ。一応鍵閉めといた。もし誰かに入って来られたら、多分向こうが気まずいと思う。普通に考えて、私のまつげはね、マスカラリムーバーがないと落ちないぐらいマスカラ塗るので必須です。めっちゃまつげ長くない？ほら、なんか二重、こう言ってたら二重。てか前ね、てか昨日、一昨日ぐらい、もうちょっと前か、もうちょっと前に、なんか大事な撮影の前日で、お風呂場に半年ぐらい放置しとったスクラブの洗顔を使おうと思って、肌トゥルトゥルにするためにね。で、半年前使ったきり使ってなくて、でもまあ半年やからいけるでしょと思って、まず出したの。そしたらちょっとなんか水入っちゃってたの、お風呂場にずっと置いてたから。でもまあいけるかなと思って、なんか色がね、ちょっとなんか濃くなってたの。え？と思ったけど、もうここまでやっちゃったから、ここも伸ばすとこまでやっちゃったから、やっちゃって、全然ここで止めろよって話なんだけど、やっちゃってめっちゃ痛かったのね。なんか一旦なんかヒリヒリするみたいな、絶対やばいやで。匂い嗅いだけど、半年前に使ったやつだから、なんかあんまり覚えてなくて、なんかいい匂いなのか悪いのか分かんないけど、そのままやっちゃったの。たらここに2個ニキビできて、次の日朝起きたら、絶対腐ってたじゃんと思って。最悪じゃない？わぁ、メイクを、うん、この瞬間が一番大好き。ほら、ここ2個最悪じゃない？ほら、この2個化け物？はい、すっきりすっきりした。メイク落とせました。洗顔とかクレンジングした後って、なんか鼻の中にめっちゃ入った気がしない？ほんとバカみたいな顔。というわけでシャワーを浴びてきます。てか見て、ドライヤーヘアビューロンなの。ヘアビューロン、ヘアビューヘアビューロンなの。上がるんですけど、最高。でドライヤーかけてきます。はい、というわけでドライヤーも終わりまして、スキンケアまでしました。すごい、もう変わりようがすごいね。というわけで、もうちょっとオフモードというか、お眠モードというか、リラックスモードというか、そういう感じに入っていこうと思うんですけど、最後にこれ使います。なんだと思う？これわかんないでしょう。実はこれヘアブラシでーす。はい、というわけで今日ね、動画の冒頭からずっとサマンサビューティーのその記者会見とか発表会とかのお話をさせていただいたんですけど、なんと私サマンサビューティーのこのヘアブラシのアンバサダーに就任させていただきました。ありがとうございます。こちらサマンサビューティーのリアデーになります。もう超可愛くない？もうデザインがまず超可愛くて、この何？セミマットっていうの？もう触り心地も最高だし、持ち心地っていうの？もう本当に全部ストレスフリーで、なんで私が最近使っとるかっていうと、本当にこれすごくて、もうこれ冗談抜きですごくて、もう本当最近は夜寝る前と、あと大事な撮影の日の前は絶対使うようにしとって、っていうのも、これボタン1個で、1回押しただけで、聞こえる？約6000回の振動をしてくれるの。これの私の推しポイントは、まあ、見た目が可愛いのはもちろんなんだけど、細かいブラシなんやけど、クッションがちゃんとしてるから痛くないのね。で、私はこれをこのワンクリック押して、こうやって
もう頭皮マッサージ、この頭皮にこうやってガーって当てながらこういう感じで解くのね。私今ヘアオイルも何もつけてないんやけど、ドライヤー前にミルクつけただけで、もうこれするだけで気持ちよすぎて超リラックスできるの。あの最高。ちょっとリアルにやるね、一旦動画忘れて。めっちゃ簡単じゃない？もうこうやって当てるだけで、クッションがちゃんとしてるから全く痛くないけど、ちょうどいい刺激、ちょうどいい気持ちよさで、こうやってね、最近マッサージ、頭皮マッサージをすることにね、ハマってて。で、プラス、これ、ここのね、わかるかな？ここに黒い点があるんだけど、マイナスイオンが出てんの。だから髪もツルツルになるし、わかる？この。最近使ってるから、私ブリーチしたんだけど、痛みが全然ね、わかんないの。これマジでヘアオイル塗ってないよ。わかるでしょ？このサラサラ感。このサラサラ感でヘアオイル塗ってないのわかる？わかんないよね。でも本当に塗ってなくて、リアルに。けどこんなツヤツヤしてんの。で、プラスちょっとひんやりしてるから、本当にちょうどいいし、私さ、最近不眠症っていう話を動画でちょくちょくして寝れないって言ってたんだけど、寝れない時って頭を冷やすといいんだって。頭を冷やすと寝やすくなるんだけど、ちょうどね、この子がひんやりしてくれるから、ちょうど頭も冷やされるの。プラスドライヤーとかでめっちゃ熱いから、めちゃめちゃ気持ちいいの。で、LED、わかるかな？ LED ランプで表示してくれて、で、これの何がいいって、充電式。マジうちらの味方じゃない？うちらって絶対充電式じゃないと嫌やん。電池とかは絶対嫌やん、めんどくさいし。もう充電やったらどこでも持ち運びできるし、超軽いの。めっちゃ軽いから、本当にどこでも持ち運べるし、しかもちっちゃい、手に収まるサイズだから、超おすすめ。で、色もね、めっちゃ展開があって、プレゼントとかにもちょうどいいし、値段も1万円いかない8888とかだったかな。それぐらい本当に手に取りやすい価格なので、ぜひ皆さんちょっとチェックしてみてください。しかも私今までエクステつけ取って、今はつけてないんだけど、エクステつけ取ったらわかるけど、このタイプの形のブラシだったらエクステついてても引っかかりも気にならず、ちゃんと研いてくれるの。本当に気持ちいいの。ずーっとこうやって当ててる。で、やっぱ頭皮凝るじゃん、めっちゃ。頭凝るし、けどマッサージの仕方ってわかんないじゃん、頭の。だからといってなんかさ、サロン行っても高いし、8000円でこれができるのはすごいし、しかも頭皮をほぐすと顔がリフトアップされて見えるから、リアルにね、めっちゃいいの。で、約1000ガウスの強力磁気も搭載してるから、めっちゃいいし、ここの周りに、このね、ピンクゴールドの部分に、静電気も抑制してくれるから、ここの部分で。青毛とかも出ないし、本当におすすめ。これめっちゃいいの。うちはドライヤー後とかにこうやって頭皮マッサージをしてます。で、こうやって普通にもうポンと置いとくだけでも全めっちゃおしゃれだし、これマジで軽いの。本当に持ってみてほしい。これめちゃめちゃ私が最近使ってておすすめなので、ちょっと皆さんぜひチェックしてみてください。はい、というわけで以上、ホテルルーティーン、ホテル Vlog でした。というわけで、おやすみなさーい。でした。